はい、それじゃあですね、すいません、スクリーンに映らないようなので口頭で説明したいと思います。はい、資料映らなくてすいません。ですね、これ卓越大学院、大学院ですので、入試があります。まあ、入試といってもですね、まあ、皆さん大学院入試受けてきたと思うんですけども、入試とまあ大体出願種類は一緒ですかね。成績証明書とか出願とかに書いて、でそれを提出するんですけども、それを使って選考します。ただし皆さんが受けてきたような電磁気とか解度とかそういう筆記試験は行いません。まあ、皆さんの、まあ、どんだけこのプログラムで勉強したいかっていうその辺の意気込みを評価したいと思います。あとは受け入れの先生による推薦書ですね、まあ、そういったものを評価したいと思います。でそれからそれを使ってまず一次選抜というのをします。出願書類を使って一次選抜をして、で合格者については面接を行うと。面接ということは、まあ、皆さんの研究内容とかですね、それから今後どういうふうに進めるかとかそういったことを聞くような面接内容、面接を行います。そんな感じで、仮合格というのを発表します。仮合格というのは皆さん今4年生ですけども、 M1 の4月の段階では仮配属ということになります。でそれから半年間ですね、基礎科目を勉強してもらって10月に本配属という、そういうスケジュールになります。はい、それから、募集人数ですけども、今のところですね、まあ、25名ということで考えています。皆さんの中で25名を選抜して、で4月から の人工知能エレクトロニクス教育研究センターに仮配属という、そういうスケジュールで考えています。でその後ですね、1年間勉強してもらった後で、まあ、資格試験みたいなことをやります。 QE って言いますけども、資格試験を行って、その段階で25名から15名が M2 に進めるという、そういうふうな、ことを考えています。はい、でその後ですね、皆さんドクターに行くときには、まあ、外からドクターを受けて入ってくる人もいますので、そこでの編入学というものを考慮しまして、ドクターになったらまた20名、5名プラスして20名という、そういうふうな人数でこのプログラムを進めていきたいというふうに考えています。はい、それからですね、それからスケジュールですけども、出願期間が来年の1月の21日から2月の6日、そして書類選考と一次合格通知が2月7日から2月15日と、それから面接試験をその次の週ですね、2月18日から2月22日というふうに今のところそういうスケジュールで考えています。で募集要項は年明け早々にもウェブページに上がると思いますので、それをよく読んでですね、皆さん出願していただきたいと思います。繰り返しになりますけども、皆さんがどれだけ勉強したいか、何を勉強したいかということを評価しますので、まあ、普通の大学入試とはちょっと違いますけども、ぜひこの大学院で学びたいというその気持ちをぶつけてもらえれば我々評価しますので、まあ、そのつもりで、書いてもらえればと思います。あとは面接に臨んでもらえればと思います。で合格発表は、まあ、2月末から3月ぐらいですねを考えていまして、まあ、仮合格ですけども、4月からは仮配属ということでこのプログラムを実施するという、そういうスケジュールになります。はい、説明は以上です。はい、ありがとうございました。はい、ちょっとなんかプロジェクターが不具合で申し訳なかったんですけども、ね、今大町先生から話がありましたように、このプログラムは基本的に1学年ざっくり20名程度です。だから全員じゃないのね。だから20名程度の、まあ、ちょっと狭き門ではあります。でそれで、M1 から入ってもらう。で修士博士の5年一貫教育ということになります。で途中でね、その資格試験みたいのもあるので、途中で選抜もさせてもらうというところで、で、まあ、今回ね、皆さん4年生の皆さんは来年の4月2019年4月からこのプログラムに入ってもらえるということになるので、その募集は来年の1月2月あたりに行うということです。はい、よろしいでしょうか。はい、ということで、じゃあね、最初私が説明したこと、それから針山先生が説明された PBL、 それから大町先生が説明されたこの募集に関するスケジュール、まあ、それを含めてですね、何でも構いませんので、質問があれば手を挙げてください。どうでしょうか、質問ありますか。はい、はい、じゃあ、はい、じゃあマイクどなたか。あ、すいません、はい、奨学金みたいなものを20万円最大で出るというのは課税対象なんでしょうか。
課税対象になりますんで、はい、雑収入で渡されるということでしょうか。ごめんなさい、どういうあれかは分かんない、雑収入でいいんでしたっけ。はい、あ、そういうことですね。はい、あともう一つ質問があって、PBL の紹介があったと思うんですが、その半年間で一つのプログラムが行われるということでしたが、それは実際どういった感じで行われるんでしょうか。その例えば企業の研究室とか研究所とかその開発部門とかに半年間ずっと行ってくださいというような形なのか、あるいは週何時間その時間を取るのでその時間はこれをやりましょうという形になるのか、どっちなんでしょうか。PBL は基本的には大学で行います。大学の一部屋 PBL 用、それぞれのプログラム用で一部屋、用意しますので、その部屋でにある時間帯に集まってやっていただく、ですから時間割としては授業みたいなイメージで来てやっていただくような、場合によってはその、2コマぶち抜きでやりたいという企業もあるかもしれませんので、必ずしも1コマずつではないかもしれませんけど、基本的には授業のような感じで時間帯としてやります。イメージとしてはその学部で行われてきた実験の授業のようなものをイメージすればいいということでしょうか。時間割的にはそういうふうにイメージすればいいです。わかりました。はい、今まで補足で、PBL はそういう形で学校大学で週1コマで15週2コマの場合もあるけども、大体そういうふうにやると。で、企業に行って今みたいなことをやるのが、いわゆる企業インターンシップというのを別途用意してますので、それが4年生ぐらいかな、いわゆるドクター2年あたりになると、その企業に3ヶ月とかずっといてやるというプログラムもあります。はい、じゃあその他質問。はい、プログラムを申請して修士やる時までやって、もし博士まで行かなくて途中で辞めるとか何やったら、基本的にはやはり5年一貫教育なので、修士の段階で、途中で辞めるというのはしないでほしいというふうに考えています。で、ただ、いろんな事情があった場合にはそれは個別に、相談をさせてもらいますが、基本的には修士の途中で辞めてっていうのは認めないことにはしております。もし留学生とかだったらダメとかはないんですよ。はい、留学生だったらなんか申請できないとかはないですか。あ、いや、ないです。留学生でももちろん全然問題なく申請してもらいます。はい、じゃあこちら2つほどあるんですけども、1つ目在学就職制度についてなんですけども、はい、その企業先っていうのは多分 PBL とかインターンで多分こう、コネではないですけど、こう知り合って面接を受けて在職するっていう想定ですか。はい、ってことは、その企業先っていうのは基本的に PBL で連携されている企業さんとかインターン先の企業さんを想定だ。はい、で、この卓越大学院プログラムで先ほど言った在学就職ということに関しては、この卓越大学院プログラムに協力してもらっている企業さんに今あなたが言ったように PBL に参加して、そこで気に入ったところでは企業インターンシップに出ると。で、そこで、相思相愛になればそこに就職できると。はい、そういう形です。就職するっていう、プロセスに至るには、何、ていうんですかね、どういう、なんですかね、そうですね、受ける、受験するんですか。はい、で、そこは、企業によっていろいろパターンがあるので、ケースバイケースなんだけども、例えば一つはもうその企業にインターンシップ行った時に、その場で例えば面接試験みたいのをやってもらう場合もあるでしょうし、あとは別途いろんな試験を通してっていうこともあるかもしれません。で、あとはそこで就職したとなった場合に、もう本当に就職して企業から給料をもらいながら、例えば社会人博士みたいな形で戻ってくる場合もあるでしょうし、あとはもう一つのパターンとしては、例えばドクター1年とかドクター2年の段階で、その段階で内定を出してもらって、超早期内定っていうのかな、別な言い方をすると超青たがいという言い方もあるんだけど、そういう形もあると思う。でも、それの今回は認めてもらっている制度なので、早めに就職先が決まると。ただ大事なのは、やはり今回の卓越大学院プログラム5年間でいろんな経験をしてもらうのが大事なので、たとえ途中で在学就職したとしても、5年間、少し例えば早期研究成果が進んで早期っていうのがあって、半年とか1年短縮するのはあるかもしれませんが、基本的には5年間ちゃんとプログラムを得てくださいね、学習してくださいねっていうことではやります。わかりました。
あと2つ目なんですけども、私今 M2 で、まあ、来年のドクター進学なんですけど、その場合、はい、まあ、はい、人数どれぐらい取るのかっていうのと、はい、あと、はい、なんでしょう、今まで取った単位の互換性とかっていうのはどう思ってますか？はい、それとしては私からでいいかな。今回は初年度なので、来年4月にドクター1年、また来年4月に M2 になる学生さんの募集も行います。でただ人数は、先ほど言う全体では1学年20名程度と言ったんですが、やはり今回途中その D1、M2 で入ってくる学生さんは、まあ、数名程度になる予定です。で、同じように募集要項を出してそこで、面接等を通して選ばせていただきますが、人数はその程度になります。であとはこれまでの受けたのの読み替えてとかに関しては、基本的にはマスターの時に単位を取っていれば学際入門教育の方は問題ないと思います。あとは産学連携教育の方は、M1、M2 でやるべきことをどの程度やるかというのは今カリキュラム委員会というのがあってそちらで決めてますので、詳細は1月かな2月かな、その募集要項のところでまた説明させてほしいと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、その他、じゃあ一番後ろ。他の大学院プログラムと併用できますか？他の大学、ですね、先ほど最初に出したように大学院プログラムいっぱいあるんですが、それぞれでやはり奨学金的な、まあ、呼び方いろいろなんですけども、奨励金とか言ってるあるんですが、それが出てる場合には併用はできません。ですので、最初にも言ったけども、あそこにいっぱいあるんだけども、多分あのうちから一つを選んでもらうことになります。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、その、あ、はい、真ん中らへん。まあ、いろいろ企業と連携したりしていろいろな魅力的なプログラムがあるということは理解したんですけども、はい、具体的にそれによってどれぐらいの時間を割くことになるのかっていう、うん、まあ、目安というか具体的な話を聞きたいんですけれども、はい、具体的に時間というとちょっとちゃんと計算してないんだけども、先ほど言ったように学際融合教育の方はだいたい学校の単位、今ある講義を受けているその読み替えで済むということで、プラスアルファはほとんどないと考えています。で一方で産学連携教育はやはり新しいプログラ授業とかも作るので、その部分は、少し負担が増えます。ただその負担の量としては、まずは PBL ですね、それは週1回15週、半年間ですね。ですのでその分は増えると考えてください。それからインターンシップに行けば3ヶ月程度インターンシップに行くことになるので、その部分は負担が増えるというか、まあ、その分研究が少しストップしてしまいますので、その分は他の時期にやらなきゃいけないということがあるかと思います。あとその他にも、研究開発実践科目群というのがあって、まあ、そこでも少し、自分のテクニカル、なんだ、新たな例えば計測手法とかそういうのを受ける授業があって、そこも少し増えますが、まあ、それも週1コマ増えるとかそのレベルですので、大体そのぐらいですかね、増えるのね。はい、だからあまり増えなん皆さんに負担がかからないようにっていうのをいろいろ工夫してますので、はい、その程度かと思います。はい、ありがとうございます。はい、その他ありますでしょうか？あ、はい、ドクターに進むにあたって大体の学生が学術振興会とかの給付金に応募すると思うんですけど、うん、はいはい、そういった給付金とかは併願できるんですか？はい、まずは学信特別研究員はそれが大体月20万もらえるんですね。なので、金額的にはこのプログラムと同じぐらいなんですが、ただやはり学信特別研究員というのはそれをもらうだけでもステータスになるので、皆さんにはまず学信特別研究員には申請して採択してもらうように頑張ってもらいます。で採択した場合の併用ができるかということなんですが、併用できます。ただし学信特別研究員月20万もらえますので、それと同じこちらでも月20万というとそれはやはりちょっとあまりに多いので、こちらの卓越大学院プログラムでは金額は減らさせてもらいます。だけども、卓越大学信特別研究員のそちらの給料的なものをもらいながらこちらも併用してもらうということができます。で、まあ、むしろ卓越大学院のこのプログラムを学信特別研究になったとしても、こちらのね、いろんな魅力的なプログラムがあるので、それをぜひ続けて受けてほしいなというふうに思ってます。ありがとうございます。はい、その他ありますでしょうか？よろしいですか？
はい、それじゃですね、これに関しましては先ほど大町先生からお話があったように1月に募集ということ募集を開始させてもらいます。でそれまでに、詳細な募集要項がウェブページに出る予定ですので、そのウェブページのアドレス URL 等はまた先生とかを通してですね皆さんに通知します。あとはそうですね、それを通知しますのでそういうところで見てください。でまた1月にですね詳細な説明会を行う予定もありますので、その時にまた、集まってもらいたいと思います。はい、じゃあ今日はねこれで終わりにしたいと思います。はい、皆さんご苦労様でした。